なんだか探検家のような気分だな。これで。一体どこに繋がっているのか。かなり深いな。確認してみるか。今行く。最近開け放たれた跡があるな。エヴァはここを通ったのか。出口が近い。警戒を怠るな。見ろ。ただの廃墟だったところに忽然と砂漠が現れた。侵害に侵され薄れていく意識の中、決死の思いでここに棺を作ったんだろう。干上がった塩湖が砂漠となり、わずかに残った沼地の風は強烈な潮を吹きつける。エヴァが生まれたのは不毛の地だ。どちらかが血の渇きを迎えたなら、残った方が人としての最後を与えようと誓った。エヴァはあの先で待っているのだろう。語りすぎたな。先に行く。ここから先は俺たち二人の問題だ。俺たちも行こう。